持ち悪いやつなのよ。あんな顔して一日中女の子ばっかり見てるのよ。そうそう、君は僕を愛しているだなんて迫ってくるしさ。ほんと不気味なやつだから。ブキタ、本名は木田文雄だけど、あいつはブキタ。ブキタに好きになられたら人生終わりよ。僕の永遠の恋人なんだね。あIn America, he was full of laughter and fun and always fond of little jokes. One day, his aunt said to him, "Hey boy, I want you to paint the fence in front of the house.It's quite dirty, and it needs a new coat of paint. Mitsuketayo. So na no yo. So shitara me to me ga atchatte sa. Demo kuwai mono mita sa tte iu no ka. Tsui tsui aitsu no koto michau no yo ne. Wakaru wakaru sono kimochi.それじゃあね、マツコ。バイ。さよなら。バイ。あら。あら、四つ葉のクローバー。珍しい。さん、僕マツコさんのために一生懸命集めたんだ。ブキタ、困るのよね、こんなことされちゃ。なんなのよこれ、四つ葉のクローバーなんて最悪。嘘だ、マツコさんは自分の心に嘘ついてる。本当はこの僕を好きなくせに。何バカなこと言ってんのよ。私があんたみたいに不潔っぽいやつ好きになるわけないじゃない。じゃあ清潔にすればいいんだね。そういうことじゃなくて。これが僕の愛の証。それを僕だと思ってずっと大切に持ってて。忘れないで、マツコさん。僕は死んでも君を愛し続けると。何言ってんのあいつ。これ待ちなさいよ。あ、さっき落とした時。事故だぞ。拷問のお前らしいぞ。ブキタだ。ブキタがトラックに巻き込まれたぞ。頭が割れてすげえぞ。こう言っちゃなんだけどさ、ブキタが死んでくれてせいせいしたわ。こんなものプレゼントして。
マツコさん。僕は死んでも君を愛し続けるって。来ないでよ。たとえあなたがどんなにかっこよくても死んだ人間を愛せるわけがないのよ。それを僕だと思って。嘘だ、マツコさん。君は僕を愛してるんだ、マツコさん。見つけたんだ。私は生きた人間だ。僕の永遠の恋人を。好きなのよ。マツコ。私の前に現れない。マツコさん。君が呪文をかけてくれたおかげだよ。生きた人間が好きだって。マツコさんの愛で僕生き返ったんだ。死んでしまったの。なぜ？すいません、こっちにハンカチ飛んできませんでしたか？あのレースのとっても可愛いハンカチなんですけど。すみません、うっかり使ってしまって。鼻水でベトベト。いいんです、そのまま使ってください。よかったら。それじゃあ。どこ、見つかった？ううん、もういいな。チョーコさん。見つけたよ。女の子はみんな気まぐれな蝶なんだ。ちょっと目を離すとすぐに飛んでってしまう。だから蝶子ってば、男っていうと誰でも愛想いいけど、いい加減にしないとひどい目に遭うよ。だって、ついっていうかさ。じゃ、ここでね。ちょっと蝶子。カゴの中に閉じ込められて。ここは、どうして。
もないよ。もう一週間以上も眠ったままだったんだから。一週間って。さあ、温かな食事をして元気を出して、チョーコさん。食事？ブキタ、やめてよ。私に近寄らないで。チョーコさん、助けて。助けて。離して。どうして、どうしてそんな顔をするの？お願い、私を家に返して。どうして、どうして、あんなに優しい笑顔を僕にくれたのに。それは僕を愛してくれたんじゃなかったの？愛？誰があんたなんか。チョコさん、どうして、こんなひどいこと。同じ、どんなに僕が愛しても気まぐれにすぐ飛び去ってしまう。だからカゴの中に入れておいたのに。だからには羽があるから、羽があるからいけないんだ。ここは、逃げなきゃ。体が動かない。壁に止められて、まるで今の私みたいに。あれは私の蝶の髪飾り。あの蝶は私。逃げるのよ、ここから。逃げるのよ、武器だから。私の蝶々が飛んでる。手が、私の手が動く。何よ、あんなやつ。ちょっと微笑みかけたくらいで勘違いしてさ。そうよ、私は自由なのよ。私は自由な蝶なのよ。ダメだよ、君はもう。そんな傷ついた羽でもう飛ぶことなんてできないのに。だから守ってあげたかったのに。なのにどうして、チョコさん。私は蝶。私はどこへでも飛んで行ける。どうして、どうして受け取ってくれないんだ、僕の愛を。
どうしてなんだ。君は自画像しか描かないのかい。君には他人を愛せないってことなのかい。それどういうこと。あのものを愛せない、そんな情熱のない絵が人を感動させられるだろうか。失礼ね。私の絵に対する情熱を知りもしないくせに、あんたこそ何をいきなり。君にも他人を愛せるっていうのかい。あ、愛せるわ、絵の中なら。それが絵のモチーフであるなら。それがたとえそれが僕でもかい。武器だ。もちろんよ。気分転換に外で描いてくるわ。忘れないで、絵の中の僕なら愛せるって言ったことを。あのまま二人で部屋にいたら何されるか分かったもんじゃないわ。絵への情熱ならあるけど、愛なんか誰が。リサさん、動かないで、うまく描けないから。ブキタ、ここどうして私。どうしてって、ここは僕の絵の中だからさ。僕の絵の中の君だからさ。僕が魂を込めて描いた絵の中の君。まさか知らなかったのかい。魂のある芸術は現実を引き寄せるって。そして僕は君との愛を描き続ける。絵の中で君と僕が結ばれるまで。いやリサさん、何を。教えてあげるわ、憎しみも情熱になるってこと。どうして。絵の通りに、切り裂いた絵の通りに。私の絵が現実に、こんなことって。芸術家ってのは情熱がありすぎて。離して離してよ。すぐにカッとなるのが欠点だね。リサさん、リサさん。
許可を。私のせいじゃない。絵のせいよ。でも絵が現実を呼び寄せるなんて。二人の愛の姿を絵の中に。いやよ。あなたとの愛を書くくらいなら、私は永遠に一人で生きていくわ。永遠にあんたの中の来れない場所で、永遠に私だけの場所で。これが僕。君はもう僕の手の届かないところへ行ってしまったんだね。永遠に手の届かないところへ。君が最後まで僕を描いてくれたおかげで僕はこうして生き返ったのに、リサさん。君はもう僕の絵を描くこともできない場所に行ってしまったんだね。そう絵にすることによって。何でもないことでも怖いと思うようになると、そこにはすでに魔物が存在するのです。魔物は小さな心の隙間を狙って それから魔物はずっとそこに住み着いているのです。うわ、なぜだ、なぜなんだ。どうしてみんな僕を愛してくれない。どうして僕の愛を受け入れてくれない。そうだ、きっと愛が足らなかったんだ、僕の愛が。ゆめ子ってほんと絵描くのうまいんだ。うまいね。私こういう風に漫画描いてる時が一番楽しいんだ。だって漫画の中の男の子は、あ、やーい、漫画の男に恋するなんてメガネ変えた方がいいんじゃないの。返して。それがないと私何も見えないのよ。やーい、撮ってみろよ。だから、ゆめ子男の子って大嫌いなの。
乱暴で意地悪で不神経だし、柳瀬くんなんて大嫌いよ。あのこれを大丈夫ですか？あなたは？僕は北、いや武器田とでも呼んでください。武器田くん面白いあだ名ね。見つけたよ。私は夢子、ありがとう。通る道だけど、なんか別世界みたい。私、メガネないと何にも見えないから。かけたら君はがっかりするね。そんなことない。そんなこと、ゆめこさん、だって私にはわかるの、あなたの本当の優しさが。でも、もしあなたがメガネをかけない方がいいっていうのなら、私知ってますか？近視の人の目ってとっても綺麗だってこと。浮田くん、どうしたの浮田くん。ゆめ子、最近浮田とよく一緒にいるみたいだけどさ。私、あいつのクラスに聞いたんだけどさ、あの武器田に関わった女の子はみんな死んでるって噂よ。ひどい、どうしてそんなこと言うの。ゆめっ子、早くメガネ直した方がいいよ。そうだよ、ちゃんとあいつの顔見れば。あの人のことそんな風に言わないで。あの人は、ゆめ子、ゆめ子。嘘よ、みんな嘘つき。武器田くんのことあんな風に。ゆめ子さん、ゆめ子さん、武器田くん、やっと見つけた、私の王子様。危ないよ、走ったら。浮田くん、私もう嫌。こんな世界、もう痛くない。私。ゆめ子さん、君が望むなら、僕は君の核縁になるよ。君が望むなら、僕は今すぐ君を夢の世界に連れてってあげる。ゆめ子、ゆめ子。
そこにいるのは夢子か。あ、漫画。夢子、一体こんなところで何を。ここは誰にも邪魔されない二人だけの世界さ。ブキタ君は私が思っていた通りの姿なのね。そうだよ、ゆめこさん。君が望めばどんな姿にだってなれるんだ。ゆめこさん、僕は見つけたんだ、本当の恋人を。どうしたの、ゆめこさん。どうしたの、ゆめこさん。目が、私の目が、はあ、私、浮田くん、ミールだ、ミールだ。ゆめこ、目を覚ませ。ほら、メガネだ。これで現実を見るんだ。現実を。そうだ、ほら、俺が壊しちゃったメガネだよ。やっと直してもらったんだよ、ゆめこ。僕たちに構うんじゃない。ブキタ、僕とゆめこさんの愛を邪魔するやつは許さない。何がゆめことの愛だ。お前なんかにゆめこを渡すか。俺たちの愛の邪魔をする権利があるのか。俺だってゆめこが、ゆめこのことが好きなんだ。そうさ、ずっと俺はゆめこのことが好きだったんだ。好きだと。いつもゆめこさんをいじめていたお前が好きだと。好きだから俺は。それがお前のゆめこさんへの愛か。そんな愛で心が埋まるものか。僕にはゆめこさんの愛が必要なんだ。この心を埋めてくれる愛が必要なんだ。何、お前一体。僕にはこの空っぽの心を埋めてくれる愛が必要なんだよ。この穴の開いた心を埋める。どうしたの？私を一人にしないで、お願い。振り向かないで、ゆめこさん。え？ゆめこさん、僕を愛しているよね、今も。痛いわ、ブキタ君。僕を愛してると言ってくれ。僕だけを愛していると。もちろん愛しているわ、ブキタ君がどんな姿をしていても。ゆめこさん、あなたへの愛は変わらない。あの時からずっと。あの時。そう。あの時から私の愛は変わらない。違う。ヤナセ君、あれはヤナセ君。僕じゃない、僕じゃなかったんだ。ゆめこさんの心、最初からあいつのものだったんだ。ブキタ君、早く行け。今度はあいつのところへ。僕の気の変わらないうち。
あいつは、ブキタはどこへ、あいつは…いなかったのよ。え、最初からいなかったのよ、ブキタくんなんて。最初からどこにも、いなかったのよ、あの人は。ゆめこ…最初から…この僕の心の穴を埋めてくれる恋人は。でもきっと見つけてみせるさ、僕の永遠の恋人。それでは、今日は皆さんに転入生を紹介します。さあ、早くいらっしゃいな。はい。木田文夫です。どうぞ、ブキタと呼んでください。